は旧約聖書の詩編50編の7節より23までを読みます。開けましたか？声出してどうぞ。私の民よ、聞け。私は語る。イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神、私はお前の神。捧げ物についてお前を責めはしないし、お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家から王子を取らず、囲いの中から親毛を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの。山々に群がる獣も私のもの。山々の鳥も私をすべて知っている。獣は私のもとにいる。たとえ飢える音があろうともお前に言いはしない。世界とその中に満ちているのはすべて私のものだ。私が王子の肉を食べ、親木の血を飲むとでも言うのか。告白を神へ生贄として捧げ、意図高け神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日私はお前を救おう。その音によってお前は私の栄光を輝かすであろう。神は背く者に言われる。お前は私の掟を片足から唱え、私の契約を口にする。どういうつもりか。お前は私の里を憎み、私の言葉を捨てて顧みないではないか。盗人と見ればこれに組みし、姦淫を行う者の仲間になる。悪事は口に親しみ、欺きが舌を御している。茶しては兄弟をそしり、同じ母の子を中傷する。お前はこのようなことをしている。私が黙しているともいると思うのか。私をお前に似たものとみなすのか。罪状をお前の目の前に並べて、私はお前を責める。神を忘れる者よ、わきまえよ。さもなくば私はお前を裂く。お前を救える者はいない。ここらはただの告白じゃなくて感謝の生贄です。感謝の生贄、どうぞ。感謝の生贄を捧げる人は私を栄光に輝かす。その道を正す人に私は神の救いを示そう。23節をもう一回読みます。感謝の生贄、どうぞ。感謝を生贄として捧げる者は私を栄光に輝かすであろう。その道を正す人に私は神の救いを示そう。アメン。祈りましょう。主なる神様、今日この時間、主が許された、天下の人間に許され、命の永遠な救いを得させられる唯一の神の名イエスの名を、心から救い主として認めて信じて受け入れ、神の子になる資格が与えられた者どもが信仰によってあなたの身元に自ら進んで近づいてきております。一人一人があなたの子供としてふさわしい生まれ変わった信仰生活ができますように、今日もあなたの聖霊によって熱く強く働いてくださり、一人一人の耳を開き、悟る知恵と力を満たしてください。一人残らず全員救われて、世においても神の恵みと愛と祝福と命の中を、世を去るときには必ずあなたの御国を受け継ぐ真実な信仰作りと生活ができますように、今助けてください。主イエスの皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私は好きな証の一つをまず紹介します。アメリカ人として百貨店王と言われるチョン・ワナメイカさんが100万ドルをかけて
立派な教会の礼拝と聖殿を作って神様に捧げるときに、こういうことを顧みて告白したんです。今の私は100万ドルをかけて立派な聖殿を主に捧げてますが、私が小さい時には貧しくて貧しくて、小学の時から彼はレンガを作る、レンガ作りの会社でアルバイトをしないと生きなかった。今の皆さんに想像ができるかどうか分かりませんね。今の日本に、この日本に小学校からアルバイトをせねば学校も通えない子どもが確かにいるはずですが、だからってその子どもたちがそういうアルバイトをしている子はほとんどいないはずですよ。親がの面倒見をがなければ国が面倒見てる、そういう国でありますから、小学の時から自分でアルバイトしないといけないような状況にいる子どもはほとんどいないはずなんです。小学校の小さなうちのセフィ、うちの孫のセフィぐらいでしょ、ああいう子どもの時からレンガ作りの仕事をして、わずかな賃金を稼ぐためにそういう生活をしてました。しかしこの子はそういう貧しい生活の中でもイエス様への心が熱くて、イエス様を信じて自分が神の子になり、家庭的には貧しくあっても神の子であるという身分に対する誇りを彼は高く持っていまして、喜びを持っていて、その神様に何とか感謝しないといけないという心がいつも燃えていました。教会で教会を新しく改築するお知らせがあったときに、彼は神様に自分も感謝してるから何かを捧げたいと思っていましたけども、何にもできる、捧げられるものはなかった。考えた挙句、彼はアルバイト先の行動からレンガを少し分けていただいて、それを朝ごとリヤカで教会に運ぶ。子供でありながらも人に見られるのが恥ずかしい、人のようなかっこよく献金ができる立場でもないから、しかしせめてこれでも捧げて一緒に感謝をしたいという心が熱かったから、朝早く人がまた他の信者たちがまた蒼天祈祷会に来る前に、まだ薄暗いうちからにやかで毎日レンガを運んでいました。寝て起きればレンガが増え、寝て起きればレンガが積もっていくのを見た担任牧師が、ある日は見張りをしていたらワナメイカ少年がレンガを運んでいる、大きく胸を打たれて担任牧師が祝福の祈りをしてあげた。それに励まされたワナメイクはもうさらに一生懸命、その時から神への感謝の生活を続けたと。彼は神のしもべではなかったんですが、一生神のしもべ以上に神と神の国のために優先的にこの感謝する心を表しようがないから、まず自分の生活そのものをまず神の仕事に先に優先的に捧げる。彼は一生の間信仰生活がいつも優先だった。こういう貧しい人がだんだん神の祝福の中に入るようになり、世界人類史上初めての7万人も8万人も受容できる超メガ百貨店をアメリカのフィラデルフィアに作る、それからアメリカ全土に160店舗の百貨店を設け、言葉通り百貨店王になった人であります。彼は今まで人間の歴史になかった百貨店を、超メガ百貨店をそれも数多く作り、
新商品をどんどん作って百貨店業を復興させた人間、いや初めから起こした人間、創始者のような人、彼のこういった腕を認められたアメリカ連邦政府は、彼があなたはもったいない、あなたのような人間は国の仕事をすべきだ、で郵政省長官になってくれ。しかし彼は一言でそれを断った。大臣になれば国の仕事が忙しくて神に優先的に使える自分の信仰生活が邪魔されるに決まってるから、長官などどうでもいい、自分は手術学校で子供たちを教える、この聖書の教師としてのとどめが人生の最大の喜びであり、それで彼の信仰の表しでありますから、神様にそのように尽くすのがハレルヤ。から彼はもう一言で断った。全く興味がない。どうですか、今自分の胸に手を置いて考えてみてよ。こういう条件ならば喜んで教会辞めて飛んでいくと、私ならバカだなと、あのチョン・ワナメイクはバカだなと思った人いれば手を挙げてくださいよ。挙げないでしょ。私が見た限りまだまだこの中にもそういう人いっぱいいるの。仕事が忙しいと日曜日も教会来ない人は全部そういう。彼は郵政省大臣をもって国が誘惑しても一言で断った人なの。しかしどうしても彼に働いてもらいたいと思った国は、政府は彼に日曜日はもう絶対国の仕事と関わらなくてもいいから、自由に好きなことをすればいいから、それでも OK だから郵政省大臣になってくれと、そういう条件付きで彼はそれを承諾したそうで、土曜日はいつもワシントンからフィラデルフィアに飛んでいて、いつものようにやっていた手術学校で子供たちを神の言葉で教え育てる、これを休まずやり続けた。一緒の間世界中の教会を支援し、YMCA だとか YWCA だとか、こういうところも彼が寄付した金で建ったところが世界中にたくさんある。彼はね、美しいクリスチャンとして有名、そして正しいクリスチャン、そして神から手ぶらのように超貧しい、小学校の時からアルバイトせねばならない超貧しい生活から、本当に物質的においても豊かに豊かに満たしていただいた。それで93歳くらいまで長生きもした。いろんな意味でまだ家庭的にも大体これだけ有名になったり金が増えたりすると大体家庭にはひびが入るの。しかし彼の家庭はもう死ぬまで奥さんと仲良くて、エデンの園に、神の園に住んでいたアダムが奥さんのエヴァを見て、私の骨の骨、肉の肉だと、私も最近そういう言葉をよく口にしてますよ、思い出して。うちの女房はね、私はその言葉を口にするときだめに離婚と笑うの。とにかくチョン・ワナメイクは本人自らも自分でも満足する、そして人が見たときにも素晴らしい、そういう生涯を彼が送れたのは、本当に何にもなくて捧げるものが何にもなくて感謝したくてたまらないのに、それをどうやって表現すれば全くいいか分からないその時に、彼は持ち物が全くないその時に、困り果ててたその時に、レンガを捧げる
ことを思い出したわけです。彼のレンガではなくてレンガでも捧げて何か神様に感謝したいと思った彼の心が信仰がきっと神に喜ばれたものとなったことを信じる日だけがアーメンと握手をあなたの神イエス様に送って、信仰がないと誤解しますね。こういう話にはそれだけ貧しい子供のレンガを主が受け取るんだ。神様がまるで貧しい人を困っている人々を搾取でもするかのような厳しい方だと誤解する人がいっぱいいますよ。こういうパイはもう何にも受け取らずに黙って近づいてはその人に必要なものをまずいっぱい施してあげるのが神の愛だと思ってるから、こんな貧しい人から神様が何を受け取ろう取ろうとしてるんだろうと、キリスト教の神は愛の神ではないのかと、いろいろと誤解よ、誤解に誤解を招く人いっぱいいますよ。しかし神様は彼の捧げ物を喜ばれたと、聖書は旧約だけだって新約でも同じ話を持ってずっと信じる者ども教えてますよ。信じますか？捧げ物といえばほとんどのクリスチャンたちは今も旧約時代の話じゃないかと思う。聖書を読んでない人たちよ。聖書を読んでないし聞いてないの。何を説教してるか分かんないの。神が今日旅で脅してこうおっしゃったんですよ。森の中にいる生き物が、山々にある獣が、世と世の中に満ちているすべてのものが全部私のものなのに、あなたが捧げる捧げ物の一つでも私が食べるってでも思ってるのか？勘違いするなよ。たとえ私が飢えているとしましても、あなたに飢えてるから一口食べさせてと、絶対そんなこと言いはしないと主が今日言い切ってますよ。アーメン。天地に満たされているものは全て神のものなのに、どうして神様はこんな子供にでも感謝をすべきだと、感謝の捧げ物を捧げるべきだと、神がどうしても理解できないことを、人が肉の思いで判断するとどうしても誤解を招きやすいことを神様は人々にどんどんさせておられますよ。命じておられます。それはなぜなのかと、なぜなのかと、人々が集まったところでマリアに向かって、皆がイエス様の母親だと思っているマリアに向かって、女よと、それが私とどんな関わりがあるの、葡萄酒がなくなったことと、あなた方が今困っていることが私とどんな関わりがあるの、お母さんと呼ばないで女よと言って、誰でも何イエスというやつは思ったかもしれない。ナザレのイエスは自分のお母さんに対して女よと言ってんだ、こんな天下無礼なやつがいるんだと、石で撃ち殺すべきだと、当時の立法に基づいてそう思ったはずなの。人いわゆるイエスのことを悪霊に取り憑かれてると思っている人もいたんですよ。人々は誤解されそうな、されやすいような、そういうことをどんどんイエス様が命じておられたのには理由がありますよ。皆さんと私を救い、皆さんと私を約束された神の備えの祝福に導き入れて、皆さんと私が神によって豊かになり、神によって救われ、神によって幸せになってもらうために神様は自らを犠牲にされたんですよ。誤解されながらも教えるべきことをきちんと教えたんですよ。こんなこと言ったら誤解されるわ、まずいわと思わない。誤解されてもそれを頂戴して教えて、私たちに益となるものならば、イエス様は構わずにどんどん語られたんですよ。大きく悟る人になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。今日の最後の節、23節で、感謝の生贄を捧げ、
神に神の栄光を輝かすもの、今あるすべてが神の恵みだと思って神を意識して、神を認めて、神の技をたたえて感謝の生贄を捧げる人は神に栄光を返す人だという意味。今あるすべてが自分の努力の結果だ、自分の手の力の結果だと思うのが一番人間においては恐ろしいことだと、申命記8の14節で神は警告していますよ。聖書は髪の毛一本すら地に落ちるか、まだそのままにあるかは神のお許しなしには何にも変化が起こらない、起こらない。髪の毛一本すら地に落ちることも神のお許しと神の数えておられる中でそれが許されたものだけが落ちるという、これだけ細かく綿密に、いや髪の毛どころか人の命、それも永遠なる命まで神の御手にあり、神様が統括しておられるのに人々がそれに気がついてるのか、認めてるのか、それを認めて神を崇め、神の技と全ての統治を敬い尊重し、そして神に従う者は幸いですが、自分の手の力で努力の結果としてこうなったと、こう生きてるとこういうふうに思うのは、言葉としては神の前でおごり高ぶりだし、こうやっておごり高ぶる人は神様がその人は一番今恐ろしい罪を犯してるんだと。ハレルヤ。今ここに座っていて自由に呼吸ができて喋れて歩ける、このすべてが神の恵みであり、神が許されたから今の自分があるんだと認めるべきだと。これを認めるんだったら、だったら神の恵みを認め感謝すべきだと、恩知らずにならないで、神を恵みを知る人間になりなさいと。しかしそう思ってる、分かってる、知ってると言ってるあなたの心は今本当に神に向かってるか、あるいはまだあの物質と共にいるのか。マタイ6の21節に、富のあるところに人の心が、いやあんたの心がそこにあると言って、富のあるところに神を敬うと言ってます。しかしお金の流れを変えてみると、今神を敬うと言った人の心が本物だろうか偽りだろうかがすぐ分かるという話で、なぜ人の心は神を敬うと言いながらも神に言ってない、お金に言ってるからよ。神は騙されない、偽りの信仰には騙されない。アダムとエヴァが神をこれからやめますよ、あんたの関係切ります、あなたを信じした後もう真っ平ですよ、もう終わりにしましょう、こうやって心からけじめをつくてつけて神を神離れを宣言したわけではない、その結果としてエデンの園を追い出されたわけではない、彼らの心の中はいつも神と共にいました、神を思い続けていたの、神を敬い続けていましたよ、神を裏切るなんて思ったことない、別によーいポン、これからサタンに立ち返ると宣言してませんよ。親切かれますね。昨日レジョに祈ったからね、レジョに祈って朝教会来て居眠りしないで、ハレルヤ。神を敬ってますか？敬っていれば姿勢を整えるべきですよ。会社にいて社長の前で、ああなんか喋ってんのお前でもいいよと、こういう人いないでしょ。タイトルの前にいて、うん、タイトルが喋ってるね、こういう人いないでしょ。主がマラキの一章でおっしゃってますよ、あんた方が私のことを父だと言ってる、しかしそう敬ってるのか、私のことを主だと言ってる、しかしそう敬ってるのか、本当にそう拝んでるのか、偽りはもうやめてほしいって。偽りは、神はすべて見てる、心の中までも探っておられる。経営録を勉強しながらよく聞いてるでしょ、
炎のように燃え盛るめて私たちのすべてを見て見破っておられる。そして判断される方だと。ハレルヤ。神の前に本物正しい信仰、今日その道を立たす人に神の救いを示そうと。何ですか？感謝の生贄を。すべてが神によって、神によってすべてが成り立ち、神によってすべてが自分にあって、またすべてが後には神に立ち返るものであり、神の中からいただいてないものは一つもなく、今あるすべても、これから何か我々が受けるすべても、それが永遠において神から受けずに自分にあるものは一つもないと。アメン。ならばそれを認めるんだったら、別にあなたのポケットの中が欲しくて神様がそれを狙ってるわけじゃない。あなたが命を得、神の救いを得、神の祝福を得て、あなたが信仰によって永遠に勝利したいと思うならば、神への信仰、神の恵みに対する心を正しくすべきだ。それが感謝の生贄を、感謝の生贄を捧げて、すべてが神の恵みの中で自分が生きていることを示して、神に栄光を返し、今ある自分のすべてをかけて神に栄光を返して、それからそういった信仰生活を立たす人は、神様がその人に救いを示される、救いを示される。アメン。なぜ心だけじゃなくて生贄を、ささいものを立ち支えるべきなのか。それはアダムとエヴァが神を心から裏切ったことない、そういうつもり全くなかった。エデンの園から追い出される、罪を犯して追い出される前までも心から神を抜いたいことはないんですよ。ずっと神に対する心はそのままでしたよ。そのままだったんだけども、なぜ追い出されたのか、なぜそのすべての祝福を没収されたのか。彼らの心がまだ決心までいってないんだけども、自然と神の命令より、神の掟を守るより、食べるもの物質に心が移ったから。別にそうするつもりじゃなかった。神との関係に別れを告げたわけでないの。ただ心が気づかぬうちに物質に移動しただけなんですよ。だから神がおっしゃる新約聖書でも、あなた方の富、物質、お金があるところに、あんた方の心もそこにいてる、神に行ってないという、神に行ってない。ですから心、私が神のことを愛していると主がご存知です。こういう告白をするのが一番愚かなの。主はあなたの心じゃなくて不信者の心まで見破っておられるの。今地獄の頓辱に落とされて、そこで嘆いている人の悲しみも見てるの。神は知らないのはね、すべてが神の前では真っ裸なの。ハーメンですか？神は知ってるのはあんたの心だけじゃなくて、すべての人の心全部知ってるよ。ただどう思ってるかを、信仰をどう思ってるかということを、行いをどうして、支え物をどうして、あなたの心が一番大事にしているその物質に行ってる、その心を神様に持って帰るためには、その物質を抜きにしてはなりませんから。物質と人の心を引き離そうとすれば、これもう死ぬんですよ。どちらかが死ぬの。だってくっついてて離れないから。これが意味が分かりました。皆さん、このお金にくっついてる心が、これが離れないの、離れない、神に行くために離れない。これを離して神に行く、大変難しい。これがだから、それを離してから来いと言えばいけないから、これを持ってきなさい。持ってくるとすぐ分かる。あ、本当にあなたが私を敬ってるんだ。これと等しく、あるいはこれ以上に。
意味が分かりますか。別にあなたが持ってる金を神が口に入れたに使ったりはしないということなの。今日読んだはずです。アーメンです。2000年のキリスト教の歴史の中、こういうことがはっきり分かって神様に物質を超えて神に近づく人の数はごく少なく、2000年が経っていてもこの教えが未だにさっぱりと分かってないの、クリスチャンたちの間でも。ですから誤解するの、誤解。教会が牧師が献金を呼びかけてる、いや呼びかけてないの。たったならば私の主イエス・キリストは何なんですか。献金を呼びかける、いや人のポケットの中にいる金を、物乞いでもしてるこういう人ですか、お願いお願い、あんたの中の金がないと私神できない、神様として生きれない、生きていけないと、神様が物乞いしてるとでも誤解してるんです。私は献金をあんまり説教しない牧師なんです。あんまり説教しようとしないの。しかし全然説教しないと私が偽りになるから、偽りになるから、神様が新旧約聖書を通してどんどん語ってる話をなんでお前は語ろうとしないのかと逆に神様に言われ、お前が人々の責任取れるのかと神様に叱責されるから、仕方なくたまにやるしかない、仕方ない。だって皆さんの人生のお金の流れ、救いの流れ、責任取るのは牧師じゃなくて神様だから。神様が語ってるのに私が溜まってると私が1割になる。ですからたまに語るしかないんだけども、本当は人間においてはこれが一番の喜びの知らせなのに、隣に聞いてみてよ、あんたが一番好きなのはこれでしょうと、これが一番好きなんだじゃん、これのためならもう女も捨てる、男も捨てる、息子まで捨ててるの。この間韓国のニュース見たらね、何自分の家族を3人も4人も殺したの調べてみたら、その男、あ、何これ、子供さんがよ、一家の子供が長男か誰かがお母さんも殺し妹も殺し、どんどん殺してるの。その名義で何これ生命保険入ってるのを狙ってね、その金を取るために家族を次から次へと殺してるの。隣にいなさい、人の話じゃねえよ、人の話じゃないってば、他人の話じゃない。人は金のためならもう名誉も捨てる、顔つぶれてもいい、こういう人いっぱいいるの。この中には一人もいないから私は今喋れるの。アレルヤ、喜んでください。どうすれば救いが示されるか、確定的に。どうすれば物質の流れがあっちに行かないであなたに戻ってくるのか、こういう話を今日しますよ。アーメン。昔パチンコやってみる、パチンコ V ジョンがあって、ここからここから球が両方から出てくるの。ここに V ジョンがあって、これがボーンと入れば当たり、こっちに流されればこうなるね。これがこう出てくるときに、台をここからポンと叩くと、これがポンと飛んで飛んでですね、こっちにVゾーンに入るんですよ。わー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 、おめでとう。目が覚めた？眠りから覚めました？牧師パチンコ好きでしたか？そうでしたよ、一時。じゃあハレルヤ、すごい、もうこの時の気持ち、もう比べようがないの、比べようが。これ不法なんです、やっちゃいけません。皆さんはうちの牧師はこんなことやったから俺もやって構わないだろ、罪だよ。ハレルヤ、こういう話だ。今金の話、大当たりか、あるいはこれは流れるか、この玉が流れるか、この玉が自分のVゾーンに入ってくるか、皆さんが人生に終わったりするか、あるいは流されるかの話です。アメン。アメン。救いがイエスの皆によって、イエスの皆によって近づいた救いが流れるか、
祝福の流れが、金の流れが流れていくか、あるいは自分に当たるかを今日言いたいんですよ。金の話だから、先入観を持って、なんで今日も献金の話なのかと先入観を持っていたら、あんたの心は閉ざされるの。つい眠くなるよ。じゃあ見てみますよ。眠い人、また献金の話か。心開いてください。開いて、そして挑戦してほしい。挑戦して、ポキと関係なく挑戦してよ、神様に。アーメン。じゃあ、人の心が物質にあるから、物質に左右される人、それにこだわって神への信仰の示し方が難しい人は、聖書全体を見るとね、物質につまずいた人は神から離れるんですね。物質に負けた人は神から離れるんですよ。女に負けた人、男に負けた人は何とか立ち直りますよ、悔い改めて。他のことに負けた人は何とか悔い改めてまた立ち返る人が出てくるんだけども、お金に負けた人は神から離れるんです。これすごい、独者以外以上に怖いのがお金なの。あれば有益で、しかしこれを超えれなければ、こだわっている人にはこれが特物になるのがお金なんですよ。信じますか？悟りますように。お金に引っかかる人は神に絶対ついていけませんよ。お金なんで、アダムとエバが引っかかった罪がお金ですよ。物質なの。肉体を喜ばせる物質、物質の中で一番人の肉体を喜ばせるのはお金なの。分かりやすく言うとよ、象徴的に言うとそうなの。ですからこれ一番困ります。これをどう扱うか、どう扱うか、これが皆さんの運命を左右する話なんですよ。物質を惜しまず、こだわらず、惜しまず神に捧げ売る人は勝利できます。でも物質の問題がに関わったらすぐ一歩下がる人、ちょっと待って、何を待ってんだ、何を、あなたが滅びるの待つの、何を待つ。お金に引っかかる人はもう大体いずれは負けろ。なんでそれを超えれないから、自分では。金持ちの青年がマタイ中級書に、ハレルヤ、あらゆる起きては、生まれて6歳までユダヤ人たちは律法を教育をしてるから、小さい時からイエス様が命じる起きては全部守ってきました。しかし彼は金持ちだったの。イエス様がご存知なの。彼は起きては守ってるものの、彼の心が物質から神へ移ってないのがイエス様がご存知なの。ですから彼の信仰が正しく全うするためにはどうすべきだろうか。イエス様があんたの持ち物を売り払って、貧しい人々に施してからついてきなさいと命じたら、彼は悲しみながらイエス様から離れていた。なぜ悲しみながら？イエスが主であろうとは一応知っていたから。イエスから離れるのがどういう結果をもたらすか知ってはいるの。だから悲しむんだけども、悲しむのは悲しむんだけど、でもどうしてもこの物質にくっついてる心を投稿することはできなかったから、すなわち負けたから、彼はイエス様を離れを選んだんですよ。お金を守るために。皆さんすごい怖い。イスカリオでのユダは金貨30枚にイエス様を売り渡して、その日のうちに自ら首を吊って自殺して死んだんですよ。金貨30枚が彼の一日の運命も盲目にさせてしまった。明日が見えますか？隣に聞いてよ、自分に聞いてよ、あなたの明日が見えるのか。ユダのように心がお金にいている人は自分の明日が見えるのか。見えない。最後は見えない。それが最後だと思いませんから。死の一歩前でも、
息を引き取る一分前でもそれが見えたら悔い改めたらイエスの皆を受け入れてそれ以上罪を犯さない、犯さずに息を引き取るんだったら救われていきますよ。でも気がつきませんよ、そこまで行くと。でも問題はそこにあります。お金にくっついてるこの人の心は、体が人生がなくなっても、体が人生が破れても、めちゃめちゃ意味になっても、それですぐ地獄行きが目の前に来ていても、お金にくっついてるこの心は離れないの。お金から最後にお金とともに滅んでいく。私はこの目で見たんですよ。神に捧げるべき十分の一の献金を捧げずに、お金は引き出しの中にしまっておいたまま息を引き取る人を見たんですよ、病院で。皆さん、牧師が嘘をついているとでも思いますか？牧師が嘘をついてたら、まず神様が私を救えるの？私は祈りによって、昨日から祈って、今朝までついさっきまで祈って、いや、ここに座っている時までも祈って、そして神が許されたことを語るために、自分で考えたことを語るまいと思って、昨日の朝から祈ったの。計算もできないほど祈ったんです。皆さん、本当にこの目で見た、この目で、この目で息を引き取る瞬間まで十分の一を納めずに引き出しに残したまま去ったんだよ。牧師が言ってるのはまだごくわずかしか言ってない。神は全てを見てる。神は、ハレルヤ。人がどうしてイエス様信じるのにチッパッとしませんか？イエス様信じればちょっと光輝く人生になるべきなのに、どうしてまだ渋ったままなの？全てがまだ大渋滞なの。大渋滞、動かないの人生が、そのまま縛られたまま。それはなぜなのかと、人の心はイエス様に来てない。人の心はまだお金とともに、肉の思いとともに、まだくっついてるから、捧げ物を捧げる必要性は神に立ち返る印なんで、印、神に救いを、救われる信仰だと、あるいは神の備えの約束された祝福をもう授けるという神の約束を父神が実行する基準になるのが、人がお金から離れてお金を惜しまずに主に捧げる信仰を見せた時なの。それも偽りなく喜びながら、渋った顔じゃなくて喜びながら、感謝しながら、どうすればもっと喜ばれるか、どうすればもっとたくさん撒いて、撒いた畑が多ければ多いほど借り入れの時がさらに豊かになる、こういうコリント2の手紙9の6節の話を、そのまま純真に信じて神に嘘偽る計算なく神に信仰によって立ち返るか、そういう基準をすべて見てから神が良し悪しを判断します。そして私たちが常にポケットか財布かカバンの中か、あの躊躇の中か言ってる、その心がいつイエス様に来るのか見ておる、見ておる、見ておられます。ルカの17章に10人の何これ来病者たちがイエス様の前に来た時に、イエス様が帰って、モーセが命じた捧げ物を最初のところで捧げなさい、彼らは帰りながら雷病が癒されたんです。そのうちサマリア人だった、たまたまイスラエル民族だことでサマリア人だった人一人が、雷病者一人が共に癒されて、中人の中一人が、彼はどうしてもそのまま去ることはできませんでしたよ。なんで？感謝したくて、ありがたくて、イエスのもとを去ることはできませんでした。そのままたまって彼はイエス様の元に立ち返ったの。そして感謝しましたよ。イエス様、感謝します。今まで治らなかった雷病が恵みによって癒されました。彼がひれをして感謝するときに、癒されたのは中人だったのに、他の国はどこにいたのか、他の国も共にイエス様にお礼に来るのをイエス様が待っておられた。
イエス様の最後の言葉は、あなたの信仰があなたを救った。住人のうち、雷病が癒された住人のうち、救いが宣言されたのはサマリア人。感謝しに戻ってきたサマリア人だけが、だけに救いが宣言されました。感謝の生贄を正しく捧げる者に神の救いが示されると、旧約聖書で約束された言葉が新約聖書でもそのまま実現されたこと、信じる人になりますように。イエスの皆で祝福いたします。アメン。悪漢は物質を盗み取って、悪漢の家族一家はもう石打ちされて葬られたの。葬られた。ある一日うちに一家が滅ぼされたの。なぜ？神のものを盗んだから。お金に心が痛い人は絶対無理ですよ、皆さん。聖書がそれを許さないの。それが神になるから。あんた方はどちらか決めるべきだと。富と神と、あるいは悪霊と神と、両方にまたがって両方を共に誓うことはできないって。なぜ？人の心が両方にちょうど程よい分配ができる、そういう善のなる心を人は持ってないの。人の心はどうしても片方に傾いてしまうんですよ。ですから、それが、そういう信仰は許されないということは許されないと。アーメンできます？先週もある人が、牧師の心に立ち返って、神に立ち返るべき人が、他の者と結ばれるのを俺が見たの。霊で見た。その後、人が亡くなった。皆さん怖いよ。民に立ち返れば、神に立ち返れば正しく、想像を絶する祝福と幸せが待ってるんだけども、下手して神から離れれば、すぐ結果が出るの、すぐ結果が。その人のぬくもりまで今感じてるのに、もう終わったのよ、終わったの。なぜ？俺はその結果を見たの。牧師の懐を、神の使わしたものを神の代わりに、懐に立ち返れば神に結ばれるもん。でも、他のものと結ばれるのって、結ばれる姿を見て、牧師がその場を立ったの。その場を立ったの。何を意味しますか？何を意味するんですか？サタンに立ち返る姿を見たんですよ。神の言葉は生きて働いてる。信じてみれば検証ができます、検証。結果が出ますよ。アメン。時間ないね。今日2時間したいの。最後にまとめますよ。皆さん、新命記の、出エジプト記の中6章の中6、17節に、皆さん、イスラエル民族をエジプトから導き出した神様が、感謝の生贄を神にまず出てくるときには手ぶらでは出てくるなと。手ぶらでは何も持ったじゃには神の前に出てきてはいけないと信じてます。神の前に出てきても無駄だというのは無駄。結果的に、じゃあなぜ救われたと、エジプトから救い出された、地獄行く運命が救い出されて神の国行く運命になったとすれば、神様に感謝の生贄を捧げるべきなの。アメン。だから手ぶらで出てきてはいけない。神から受けた祝福に応じて捧げうるだけのものを携えなさい。捧げうるだけのものって何ですか？精一杯捧げられる、捧げることができる精一杯までの水準の捧げ物を携えて神に出てきなさいという意味です。なぜ？心を見るから。主が献金箱を回してみると1円玉が結構入ってるの。5円玉、100円玉も入ってる。もちろんその人の人生に100円玉しかなければ100円で十分です。全財産ですよ。でもラーメン食べながらいろいろやりながら献金は100円に過ぎる。これは献金じゃない。支え売るだけのものじゃなくて、あってもなくてもいいようなもの、もし礼拝に来たから、これは献金じゃない。神を軽んじる行いに過ぎない。アーメンですか？じゃあ捧げうるだけのものを
捧げるだけの捧げる。1億もらったならば、いや1兆円もらったならばどれぐらい捧げるか。5000ぐらいは捧げるでしょ。いや9000でも捧げる。そうすると神様は搾取しますか。10分の1も捧げられない。信仰で神と付き合いはまず無理ですよ。聖書はそう言ってますよ。皆さん牧師たちの説教等のこと言わないで聖書を読んでください。聖書、聖書を正しく読んでください。そうすれば命と祝福はここに全部あります。全部あります。アーメンですか。じゃあ感謝の支え物を精一杯携えて神の前に出てきなさいと命じていて、前もって教えるの。なんでその時に感謝祭になっても前もって教えないと、その日当日に来て慌ててここからこんなことしてるから慌てて神様に施してる。偉そうにここから、じゃあ欲しいのかね、この教会金欲しいの、じゃあこんなに神様に施してる。偉そうに神に会えないの。前もって教えるのは聖書が前もって救われたことを本当に感じ、そうだな、そういえば地獄に行く運命の私のためにイエス様が血を流してくださり私は救われたもん。捧げうるだけのものを捧げよう。前もって昔はね、お金が、今の世の中はお金がきれいだけど、昔はねお金をどんどん発行できませんでしたから、1枚発行したらこれはもうボロボロになるまで使っていたの。そうすると大体くっちゃくちゃの金だったの。紙幣もね、これをねアイロンかける、アイロンかけて前もってよ、神に捧げるものをくっちゃくちゃ申し訳ないからアイロンかけて平らにしてからちゃんと前もって封筒に入れてちゃんと封じて、それから心を信仰そのまま止めて、神に捧げるものは最上のものとして捧げるべきだから。神様が物乞いではありませんからよ。信じて悟りますように。悟って信じようとすれば間に合いませんよ。この頭では。信じればどんどん悟るようになりますよ。やってみれば結果が出るから。悟らなくてもやってみれば結果が出るから分かるようになりますが、悟ってからやろうとすれば地獄に行くまで分かんないの。お墓に入るまで分かんないと言ってる。救いを得ずにいたいとはお墓に入っていると主がまたうちのしもべたちに見せてくださる。救いに至らないとお墓にとどまるって、お墓に黄泉をさまよいてみせよ、天に楽園に行けないってことだ。アーメンです。結果が出るからもう行けば行くほど確信を持って言える。これは聖書は私の覚悟は一言も言えないの。それは真実じゃないから。でもこれは全部真実だから、確信を持って言えるのは感謝の捧げ物、7主祭、感謝祭、これはね、1年間収入がないから、借り入れの時、農作をやってて、借り入れの時、収入が入るから、その時、今までできなかった感謝の捧げ物をいっぺんにまとめて捧げな、生産してから、1年分を、あるいは6ヶ月分を収穫が入った時に、ちゃんと今までの生産して、捧げなさい。これが感謝祭なの。来週は収穫感謝祭なので、収穫感謝祭じゃなくてただの感謝祭、本当はね、収穫感謝祭といえば俺は収穫がないといえば捧げないでしょ。そんな意味じゃない、そんな意味じゃ。救われたことを収穫がある時に感謝するのが収穫感謝祭なの。アーメンです。捧げなくても結構でござります。なぜ神が損することはありませんから。アーメンですか。ええ、来週前もってこれを教えるのは聖書が前もって教えるから、イエス様が前もって言っても、その当時ちっちゃになってからは間に合いませんから、慌てて用意もできないし。先週が感謝祭の礼拝ですが、今までの感謝ができなかった分を清算して救われたと信じるならば神様に目いっぱい捧げてくださいよ。それで神の約束の中に入ってください。責任は神が取ります。アーメンですか。だから前もって教えるので、収穫感謝じゃなくて普段の礼拝もいつも感謝の捧げ物は救われた信仰がある人は捧げるべきなんですよ。あってもなくてもいいような100年玉じゃなくて、心のこもった精一杯のもの、いやこれ献金すれば生きてやっていけないと思うでしょう。ある金で人はやっていくんじゃなくて神によって生きるのが人間なんですよ。私たちは訓練を受けるときに
1000円あれば500円まで捧げろ、交通費だけ残して全部捧げたの、全財産。全財産を捧げたのはもうほとんどもいつもそうだったの。ほとんどある中でほとんど捧げたから。2000円あれば1000円捧げ、4000円あれば2000円キムチ作り、ほとんど交通費くらいしか残して全部捧げたの。いつも全財産捧げた。しかし行けば行こうと豊かになり、2万円で始まった教会が今は200万円なのね。家賃だけでも2万円しかなかった牧師が、2万円しかないのに教会作れって言われてアーメンと言って作ったら、家賃だけでも200万なの今。これからはどんどん計算ができない。俺の人生は神が計るから。皆さんも一緒ですよ。アーメンですか。金ない党の子のないのは当たり前だろう。金は神から出て神に立ち返るものは金なの。命も全てがそうなの。その流れに逆らう人は外されますよ。その流れに入る人は命までこっそりタダで与えてもらい、ハレルヤ。聖書の中には銀行口座がどこにある、ここの中に全部あるの。銀行口座がこの中に全部あって、これはもう永遠にある、永遠に。創世記も読むべきで、その中から秘密があるの。創世記からね、金庫口座じゃなくて金庫のその何、鍵がある、鍵が。御国の扉を開くか閉じるか、皆さん勝手なの。この中を通るとよ。アーメン。通らないと外される、通らないと。来週を期待してくださいよ、楽しみに。何を期待する、自分がどれぐらい信仰があるかテストするチャンスなんだ、チャンス。本当に私に信仰があるのか、本当に自分が救われたのか、イエス様に対する信仰は自分にあるか、あるいはまだお金の方がまだ強いのか、そっちに自分の信仰をテストして、まだ間に合ってない信仰ならばすぐ神様に立ち返る信仰を作って認めてもらおう、完成するチャンスなの、チャンス。声が弱るな。ハレルヤ。牧師はね、平気でこういう説教はしたいんだよ。今日はちょっと平気でしたの。なぜかというと、こういう説教したくないと神様はいつも私は個人的にはそう言ってるの。しかし神様の怒られるの、なんでお前が責任を取るか、みんなの人生の責任をお前が取れる、逆に言われるから。まあただ伝えるだけ伝える。伝えるだけ伝えましたから、あとは信仰によって神の約束に入って、神が生ける神なのか死んだ神なのか自分で結果を出してくださいよ。アメン。それでは今まで神の前で本当に心が神に来てるか、まだ来てないか、中途半端なのか、全然来てないのか、いつも神じゃなくてお金が優先なのか、いろいろ考えながら祈ってまいります。